こんにちは、ネモです。パワープラピーやっていきます。今回はガチャがいっぱい、今一体どのガチャを引くべきなのか、もしくはステイすべきなのか解説させていただきます。よろしくお願いします。ということでですね、今回は少し前置きをさせてください。皆さんからいろんなガチャが出た時に、結局最終的にこういったガチャ引くんですか引かないんですか、その判断基準を教えてくださいと、もしくはこの期日の時にね、一回動画をまとめていただいて出してくださいというリクエストをたくさんいただきました。ありがとうございます。で、今回はまだこう期日の前のガチャがたくさんありますが、僕の中で結論が出たので皆さんにそちらをお話しさせていただいて、一つ一つガチャの方をどうしてこうなのか、どうしてああなのかってことをね、まとめてお話しできればいいかなというふうに思います。そしていつもの結論からいくやつですね。今回のホワイトデーガチャからガーッと下まで、キクドアイダーデビューガチャまでですが、僕は引かなくていいかなという結論になってます。で、僕のサブアカもこの期間の間に何か大きいことが起きない限りはスルーすると思います。で、今からその理由というのをつらつら話していきますので、もし気になるよという方はぜひ聞いていってください。で、今深夜の1時43分ですけど、この前日に来たガチャですね、ホワイトデー記念ガチャということで、こちらに関しては PSR が2回確定プラスホワイトデー記念 SR 選択ガチャ券というのがもらえまして、この中から選べるのがこの彼女たちと、三田村という感じですね。まあ、三田村がこの中に入っているというのはちょっとポイント高いですけど、僕の中で。で、まあこのガチャに関しては解説動画も作らなかったです。まあ今このガチャはそこまで必要性は感じないかなっていうところをですね。ただ PSR が2回出て SR 選択権でカリーナとかね、なかなか手に入らないキャラクターもこうコンプリートセットになっているので、まあそういった意味では、まあコレクション的なところで、まあ、集めるのもありかなっていうのと、あとは PSR の織姫ノブとかね、もちろん全然弱いキャラじゃないですので、まあそういったところを拾いに行くっていうのもまあなしじゃないのかなぐらいの感じです。なので、まあ、確実性の話だけすると、まあ、SR は取れますけどっていうところなので、まあ、個人的には、サーバーが引かないかなっていう感じです。はい。そして、救援パワープロくんポケットコラボガチャですね。シアンとブラックのガチャですね。で、これに関しても僕多分動画作ってないですね。うん。いや、僕結構動画作ってないですね。作んないとダメですね。はい。ということで、こちらに関してはバナナキャラの PR が初回確定で SR 以上の確率アップ、そして2人の出現率もアップしてると。いうところと、2回目 SR、3回目バナナキャラ、4回目 PSR、5回目 SR のバナナキャラ、6回目 SR 選択権、そして7回目 PSR 選択権、そしてバナナキャラというところになってます。で、シアン、ブラックとも、まあ、2人ともね、相当こうスペックとしては高いキャラクターになっていると思います。ただまあ個人的には別にここで無理しなくてもいいかなっていう感じです。今、皆さんに、まあ、最も引いてほしいっていうキャラは、やはり、キリル・フォスターになるので、まあ、そのキャラクターが封入されてくるまでは、結構、こう、シビアな目線になるのかなっていうふうに思ってます。で、僕個人としても、まあ、この二人が将来性があるのは、当然認めるところではあるんですけど、強いんでね、普通に。ただまあ、今の環境で、まあ、使ってないっていうところが結構タイムリーに大きいかなっていうふうに思います。サバカの方に関しては石限られるんで、まあ、どれもこれもって引けないので、やっぱり、こう、今の環境で、こう、刺さっているキャラを、まあ、引きたいなっていう気持ちと、あとは、まあ、将来性も込み込みで、やっぱりその、確実に手に入る機会っていうのを狙っていきたいかなというところでございます。で、ループガチャ覚醒祭りオーダーですね。で、これに関してはもう理由をお話ししているので、僕の方は引かないかなという感じです。で、まあ、どういう理由だったかっていうのを気になる方は、キクドアイラじゃないですね。このガチャの中で、まあ、キクドアイラのところとね、比較して話をしているので、ぜひそちらを聞いていただけたらいいかなというふうに思います。そして、デビュー大ガチャ花丸高校ですね。で、これに関しては、まあ、花丸高校を楽しく遊びたいという方は引いていいかなって思うし、で、それプラス、まあ、フレンド枠でね、他のキャラが全部揃ってて、例えばまあ、僕がこの動画が上がる前の日の朝かな、に上げている、まあ、沢村入りの、まあ、サブアカウントの動画出してるんですけど、サクセスをね、もちろんそちらを見ていただいてからこっち戻ってきていただければっていうのと、まあ、そこで話をしている通りで、まあ、そのフレンド枠に一人借りたら、まあ、できないことはないんですよね。まあ、もちろん、こう、この、
雨崎くんとお知らせ二人いたら、はかどるんですけど、まあ、どっちかいればできないことはないので、まずはそこで遊んでみて、あ、もうちょっとこう、二人を使ったデッキとかもやってみたいなとか楽しみたいなっていう方に関してはやればいいと思うし、あとはやっぱりレッドが入ってきてどういうデッキになるか次第にもなるかなっていうふうには思ってます。っていうのと、まあこのデビュー大ガチャは内容とても良くなってるんですね、デビューガチャ系は。やっぱりこの3回目からこの SR のバナナキャラが確定3回あって、しかも SR 戦だっけなってバナナキャラの PSR 確定が2回もあるということで、このガチャに関しては僕本当に手放しでめちゃくちゃいいガチャだと思います。なんでそれを引かないのって言われると、まあ石が限られているからの一言なんですね。なんで美課金の方とかだったらこのガチャは逆に引いてほしいかなっていうふうにも思っていたりはします。ただそのあたりはね、皆さんとの兼ね合いはあるので、まあ無課金の方目線だけの話をすれば、まあここはステイかなというところなので、一応結論的にはまあステイしといてくださいという結論になってます。まあ今後ね、この花丸高校のデビューガチャが出た時に解説した通りなんですけど、まあ、ヒカルさんのコラボとか、マイケンさんのコラボとか、それこそ二三さんのコラボとか、まあ、いろんなコラボも来るんで、まあ、そこを拾うっていう形を取る方が、まあ、メリットがあるかもしれないなっていうだけの話ですね。で、ヒカルさんのところは、イベントでも SR45 にできるみたいなんで、まあ、そこは考えなくてもいいかもしれませんが、まあ、その他のね、マイケンさんのコラボ、そして、ニサンさんのコラボ、まあ、このあたりはかなり大事な局面になると思うので、まあ、ここは一旦そこに向けて石を貯めるのもありなんじゃないかなっていう話ですね。はい。そして最後に、キクドアイラデビューガチャですね。で、これに関しては余裕あったら引いておいていただきたいなとは思いつつも、まあ今前日した先々のコラボ、そして今確実に欲しいキリル・フォスター、まあここに向けて、まあ悩むところなんじゃないかなっていうふうに思います。で、アイラちゃんに関してはやっぱりその急速と変化っていう、まあ将来性抜群のキャラクターで、しかも金徳2個確定っていうスタミナの上限まで持ってるんで、多分向こう半年を、ないしはまあ1年くらい、まあそのキングアーサーとの兼ね合いもあってね、まあ、腐ることはほぼないだろうなっていうふうには思ってます。なので、まあ、美課金の方とかには、ぜひ引いてほしいです、キクドアイラ。で、まあ、その先ほど話した通りで、その無課金の方目線だけの話をすれば、まあ、ここはステイでもいいのかな、とは思いますね。まあ、余裕あったら引いてほしいけど、まあ、その先々のところでね、こう感じるところがあるんであれば、まあ、一旦ステイでいいのかなっていうふうに思います。あとは、やっぱり手持ち次第ですよね、その人の。例えば、モルモトとか、まあ、その、新鉄仮面を合わせて、環境に合ってるようなキャラがいれば、まあ、そちらがいれば、なんとかなるので、まあ、アイラちゃんいなくてもね。ただ、先々で、うわ、アイラ引いとけばよかった、は、必ず1回や2回は来ると思います。なので、まあ、その時に、こう、後悔しないためにもね、しかもこれ30連で引けるんで、なんか、こんなに、こう、両ガチャが並ぶのは、まあ、本当にたまにで、ね、僕もこういうまとまった動画作るのはね、本当にたまになんですけど、まあ、そういう意味では、30連取れるし、まあ、石120個だし、まあ、悪くない、部はかなりいい投資なんじゃないかなっていうふうには思ってます。そのあたりは、皆さんのお手持ちと、あとは、残りのね、残石、まあ、石の残りで考えていただけたらいいかなということでございます。はい、ということで、いかがでしたでしょうか？かなり詳しく一つ一つ解説してみましたが、皆さんのね、ご感想、コメントをいただけたら嬉しいかなというふうに思います。で、それを見ながらね、ご好評いただいているようであれば、今後もこういうのやりたいですし、あとは、まあ、もっとこういうこと聞きたいよとか、こういう話あったらいいのにな、なんていうことがあれば、それもコメントに一緒に書いていただければ嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。